大事な腕輪を盗まれるなんて、何とか取り返さなくちゃ。人のものを奪うなど言語道断。ワモーキが探し出し、正義の鉄槌を下してくれん。俺も行きますよ。恨みはきっちり晴らさなくては。あそこに民がいるぞ。怪しい奴を見なかったか聞いてみよう。すみません、この辺で怪しい人を見かけませんでしたか？見ましたか。すごい悪人面の男が砦の方へ行きまして、ありゃ宝の一つや二つ取ってる顔でした。間違えねえ。ありがとうございます。急いで追いかけないと。あの男の眼光の鋭さ、通りすがりの民とも思えんな。懲らしめてほしいと懇願されてね。何か裏がありそうだとは思っていたが。さてはその男が腕輪をくすねた盗っ人か。それで奴はどこに。この門の先へ。立花をたばかるとは、あの男。我らも共に行こう。立花をたばかった者を許してはおけん。その前に一言謝るべきだな。お嬢さん方、疑ったりして悪かった。おら何も知らねえだ、やめてくれなんてな。貴様、立花をたばかった罪、思い知るがいい。よくわからないけど、あの人を倒せばいいんですね。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。さすが、見事な働きだ。我らにて無双。お前の戦は、俺の闘志を燃え立たせるな。おめでなさい。立
宝を盗んだ悪党が正義の味方に追い詰められる。つまらん、実につまらん展開。つまらんものか。正義は勝つに決まっているだろう。いや、面白い展開になるぞ。悪党が悪党に報復するのだからな。腕輪を盗んだのはあなただったんですね。返してくれませんか。さて、これで一件落着だ。お約束通り、大悪党には成敗されてもらおう。忍者、覚えておれ。実にありきたりで陳腐な結末、つまんねえ。うっけー。腕輪を持ってるのはどいつだ。おとなしく孫悟空様に渡しやがれ。ここで妖魔の大群。戦ったばかりでヘトヘトなのに。これは思わぬ急展開。どうする正義の味方諸君。地獄を抜けるには悪党の力を借りねばならん。悪党に助けてくださいと頭を下げるか、妖魔にやられてあえなく最後を遂げるか、二つに一つ。そうかな。奴らの狙いは腕輪、つまりお前だ。さあ、助けてくださいと言ってみろ。なんだと。でも悪党だからスパッと言えちゃう。どうかお助けを。耳寄り情報もありますよ。何を隠そう、この先に東へ向かう道がある。我が輩が退路を確保する間、敵を引きつけてもらおう。はあ、気を抜けるには力を合わせないとダメみたい。みんなが無事に戻れるように頑張らないと。あの男に指示されるのは尺だが、この状況ではやむを得ない。悪党を一人にするろくなことはありません。俺はそばであの男を見張ってます。その容赦ない感じ、我が輩好きだぞ。今私は機嫌が悪い。妖魔全員切り捨ててくれる。怠けるとこっちにも雷が落ちそうだな。ということで俺も少し本気を出そう。ほら、なんと熱き闘志だ。負けていられん。おいおい、向こうが騒がしいじゃないか。俺も混ぜてもらうぜ。我が輩のために髪を振り乱し、けなげに戦っておる。ここで逃げれば腕輪を手に入れ、追っても負ける。悪党が考えるのはそんなところだ。我が輩を静止していると見せかけてからの、実は消しかけておるな。お主の想定もあるよ。お猿さんは諦めてくれたみたい。今のうちに逃げないと。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。えらいえらい、その容赦ない感じ、我が輩好きだぞ。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。銀千代さんって強いですね。どこに筋肉を隠してるんですか。無論、鎧の下だ。どちらの筋肉が上か、後で見比べてみるか。いいね、なら俺が判定する。おっと、そんな怖い目で見るな。冗談だ。
せぬぞ。調子づきよって。愛のおかげで撤退できてよかったよかった。じゃあさらばだ諸君。あ、待ってください。腕輪を返してもらえませんか。おお、そうだったそうだった、おじさんすっかり忘れてた。油断も隙もないな。我らも共に行こう。これは、うん、悪くない。